イオントップバリューで気軽に買えるダイエット食品選んできました。美腸活専門家の観点からあなたにランキング形式で3位から1位までお伝えしていきたいと思います。早速ご紹介していきましょう。まず3位はこちらです。トップバリューグリーンアイシリーズのオーガニック洋風野菜ミックスです。でこちらはですね198円です。198円でこんなにいっぱい入ってます。でこちらはですね 300g 入っていて、なぜこれがおすすめなのかと言いますと、もうとにかくオーガニックなんですよ。有機の JAS 認定農場で栽培されているお野菜たちなんです。ちょっと国産ではないんですけれども、逆にこういった有機指定の農場で栽培しているというのが、もうあの農薬がこうたっぷり入っている国産お野菜よりも安心ですよね。なぜかというと、そのダイエットにその農薬は大敵なんですね。あなたがもしダイエットを頑張ってらっしゃるとしたら、こういった農薬を使っていないお野菜をぜひ召し上がってください。そうすることで、あなたの肝臓や腸に負担をかけずに済みますから、結果そういった臓器が元気な状態であれば、デトックスができて代謝も上がって痩せ体質になることができるんですよ。ではちょっと詳しく見ていきましょうね。こちらがですね、 100g あたりエネルギーがたったの 25kcal です。でタンパク質が 1.8g、脂質はもうほとんどないですね。 0.3g しか入っていません。糖質も 2.5g で、また食物繊維が豊富で 2.6g ですね。でこの入っている野菜の種類なんですけれども、ちょっと紅茶に書き出してみました。洋風野菜ミックスはブロッコリー、カリフラワー、人参、インゲンが入っています。でこういったビタミン豊富なお野菜を摂ることで、やはりその栄養のバランスが取れるわけなんですね。で栄養のバランスがちゃんと取れていないと太ってしまうんですよ。ここすごくポイントです。ですからこういった洋風野菜ミックスを上手に使っていただいて、日頃のあなたのお料理のバリエーションを増やしていただきたいなと思います。で私はですね、こちらのここにも書いてあるんですけども、簡単自然解凍 OK なので、あとは朝のうちにちょっと出しておいてですね、もうほぼ、まあ、解凍できる状態にしたりとか、またもう簡単にも電子レンジでチンしてですね、そうですね、もう良質な、まあ、お塩、もう塩とかです振りかけてそのまま食べてみたりですとか、あとは、まあ、塩麹であったり、まあ、醤油麹などちょっとつけてね食べたりも、そのまんまをいただくことが多いんですね。もしくは、まあ、洋風と書いてある通り、私は、まあ、ここにもサラダ、炒め物、シチューなどって書いてますけども、あのポトフを作る時にもよくこちら重宝しております。あなたもこのオーガニック洋風野菜ミックスを、まあ、上手に取り入れながら、肝臓や腸に負担をかけずに健康体になることで、そのダイエットがさらに加速しますよという一品になりました。こちらが第3位ですね。ではどんどんいきましょう。続けて第2位です。こちらです。トップバリューのグリーンアイシリーズ、骨の健康が気になる方のオーガニック大豆もやし、長野県産となってます。でこちらもですね、ちゃんと先ほどもそうなんですがマークがついてるんですよね。有機 JAS ジャスマークがついていて、まあ、遺伝子組み換えではないですよって、こういったガイドラインにもちゃんとクリアした本物の商品なんですね。でこちらはですね、本品には大豆イソフラボンが含まれていますということで、このイソフラボンが骨の生成を維持する働きになっているわけです。でこの骨が元気ではないと、まあ、筋肉にもその影響が出ますよね。で筋肉が落ちると代謝が落ちるわけですから、痩せ体質になることができないという観点から、このオーガニック大豆もやし選びました。まずはこのオーガニックというところ安心ですよね。ちょっと見てみましょう。これね、結構入って重たいんですよ。これ大きいでしょ、私のか。こんなサイズ。そして1袋 200g も入っておりまして、で1袋あたりですね、エネルギーがもうたったの 74kcal で、タンパク質が豊富で 7.4g も入っています。で脂質が 3.0g ですね。あと糖質なんかはですね、太る元ですよね、糖質はゼロです。これはね、いいですよね。で料金なので、お値段がですね78円でした。でこちら普通のもやしと比べて大豆もやしなので、ほんとこうお豆がゴロッとこのままね入っていて、食べ応えがもうすごいんですよね。もうすごくね、あの満足感もアップしますし、
私はこのもやしの食べ方はもう定番がありまして、実は別動画でもお伝えしてるんですけれども、あの電子レンジでねこのままチンするんですよね。でこちらはですね大きい大豆なので、あここに書いてますね、ちゃんとすごく良心的ですよね。電子レンジの調理法ということで、中身を耐熱容器に移して電子レンジの対応で、ちゃんと袋のまま電子レンジに入れてダメですよ、ちゃんと袋から出して耐熱容器に入れて、500ワットのレンジをお持ちの方は3分と30秒、で600ワットの電子レンジですと、まあ、3分になってますね。なので3分間600ワット電子レンジチンしていただいて、で私は小さじ2分の1程度の良質のお塩、もし塩も使うこともあります。そしてしんなりした後にあのごま油をですね大さじ1程度こう回しかけていただいて、よく混ぜるんですね。でその後に私は黒のごますりごまをまぶしたらもう完成です。これすっごく美味しいんですよね。お腹持ちもいいですし食べ応えもあります。で私の一人娘もですねもう大好きで、もう毎日お弁当に入れてって今頼まれておりまして、もう毎日お弁当のおかずとして入れてます。ですごくあのコスパもいいですし、大豆イソフラボンも取れますし、あなたの腸内環境を、まあ、整えてくれたり、肝臓が元気なの元がタンパク質ですから、ぜひぜひこのオーガニックの大豆もやし長野県産を日頃のお料理にどんどん使ってみてくださいね。これすごくおすすめです。なので第2位に選ばせていただきました。ではいよいよお待ちかねの第1位、あなたにお伝えしていきます。こちらです。トップバリューグリーンアイシリーズのオーガニック7品目の和風野菜ミックスです。こちらお値段がですね先ほどの洋風野菜ミックスと同じで、こんだけ入って198円です。そして280g 入っております。でこちらもですね同じです、有機 JAS 認定農場で栽培された7品目のお野菜がたっぷり入っていて、でこのままねもうそのまんま使えます。もう簡単で便利となってます。でカロリーもですね低いんですよ。 100g あたりたったの 52kcal で、タンパク質が 1.9g、 脂質はもうほとんどゼロです。 0.3g しか入ってません。で糖質が 8.9g、 食物繊維も多くて 2.8g 入っています。ではこちらの詳しい材料なんですけれども、こちら7品目ご紹介していきます。里芋、たけのこ、れんこん、人参、しいたけ、いんげん、ごぼうが入ってるんですね。でこちらのお野菜がもうとにかくあなたの腸内環境を整えてくれるものがもういっぱいバランスよく含まれているんですね。先ほどの洋風野菜ミックスと比べて何がいいかと言いますと、なぜ1位かというその理由なんですが、全部お野菜なんですけれども、ここに里芋が入ってますね。これはあのネバネバ成分、要するに水溶性食物繊維が豊富なんですね。でこの水溶性食物繊維というのがあなたの腸内にいるその痩せ菌と呼ばれる善玉菌の餌となってくれるわけなんです。そのことで痩せ菌がどんどん元気になって、そのままあなたの腸内にこう居続けてくれる、まあ、材料になるわけですよね。なのでその水溶性食物繊維が取れる、でプラスごぼうが入ってます。でこちらは里芋と逆の不溶性の食物繊維が豊富ですから、もうとにかくこう、まあ、もさもさとしたですね、もうこう繊維質が豊富なわけですから、ここもお腹の大掃除ができて腸内環境、まあ、要はお腹のデトックスができるわけなんですね。でここでポイント、しいたけも入ってますよね。これキノコ類になります。でキノコ類もその食物繊維がたっぷり含まれていますから、あなたのお腹の大掃除ができて、まあ、ビタミン系もすごく豊富なんですよね、しいたけって。ですのでお野菜プラスそういった腸内環境をそもそも整えてくれる、こういったメインのお野菜がバランスよく含まれているからもうとっても便利。もうこのまま、まあ、筑前煮を作ることもできますし、私はですねこの和風野菜ミックスを使うときはあの高野豆腐と一緒に炊いて食卓に出すことが多いんです。これだけやっぱタンパク質もっと取りたいなと思ってですね、まあ、筑前煮でしたら、まあ、鶏肉でしょうし、私のようにその植物性のタンパク質が欲しいなっていう方はぜひ高野豆腐を入れてみてください。もうすっ
ごく美味しいです。あの高野豆腐ってですね、すっごく栄養価が高いんですよ。しかも低カロリーですし、あなたの血糖値のその急上昇を抑えてくれる、もう本当にダイエット向けの食材ですから、ぜひぜひ高野豆腐にも試してみてくださいね。そしてちょっと順番が逆になりましたが、先ほど大豆もやしですね、ちょっと取り上げております。そのダイエット効果ですよね、ちょっと順番逆でごめんなさい。低カロリーであること、食物繊維が豊富であること、あなたの代謝促進と、しかもカリウムが豊富に含まれていますから、もしあなたがこうむくみでねお悩みをお持ちでしたら、むくみの改善にももやし役に立ってくれますので、ぜひ取り入れてみてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルではこのような様々な腸活法、ダイエット法、健康法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。またこういったレシピ集であったりですとか、ダイエットに関するご質問おありの方は、皆様詳細欄に LINE のリンク貼っておりますので、そちらからご登録後、皆様直接私とお話ししておりますので、あなたもぜひご登録後何でもお話ししてくださいね。それではこの動画が役に立ったと思っていただけましたら、ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録をしていただきまして、どんどんご参加ください。私とても励みになっておりますし、嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。